では今日はこれから裏ハムラ法の手術をしていきたいと思います。では解説させてもらいますね。今日はここの目の下の膨らんでいる脂肪、眼下脂肪と言われている脂肪を目の下のくぼんでしまっている部分にずらして固定することで凹凸を逆転させて目の下のクマをきれいに解消しましょうという方法を今日は行っていきたいかなと思っております。よろしくお願いします。今回の人は目の横幅に対して目の下のたるみが大きかったんで、実は裏ハムラをしようかどうか結構ギリギリまで悩みました。やっぱり目が小さいと脂肪を移動させるのは非常に難しいんで、あんまり目の横幅が短い人には裏ハムラ法が勧められません。で、論的に剥離することで皮膚の損傷を防いでます。一応内側と中間の間、刃先を確認して温存してます。これから眼下上縁から骨膜を剥がしていきます。少しずつ移動させながら止血を十分にして骨膜を剥離してみます。もちろん剥がしすぎると眼下下神経、動静脈を傷つけちゃいますので、5ミリから8ミリぐらい、1センチいかないぐらいの剥離にしてみますね。僕は脂肪を固定するときにプルアウトじゃなくて糸を腹側から入れることで強力に固定することを心がけてます。剥がした骨膜の下から糸が出てくるようにこっち側から糸を入れてます。で、これを糸を入れることで、はい、やっぱり強力に引っ張ってもこれは外れません。この糸に眼下脂肪を結びつけてうまく下にずらします。で、ここからこの内側の眼下脂肪と中側の脂肪をさっき通した糸に固定するんですけど、まあ固定する方向と脂肪の組み合わせをどうするか、ここも結構重要です。この人は多分真ん中を下に引いて内側を上からこうやってカバーすると綺麗になるかなと思うので、こうやって固定します。これで脂肪をずらして強く固定することができるので、術後の後戻りとかを心配する必要がほぼなくなります。結構強力に固定できます。引っ張っても取れません。で、今脂肪を移動させたんですけれども、ここの膨らんでた脂肪が下にずれたことによってこの部分のボリュームが減ってこっちがふっくらしてると思います。こっち、ここ膨らんでるでしょ。で、涙袋もしっかり出てきて、おそらくこの人はまあ脂肪をこのままずらしたままでいいかなと思うので、このまま固定して中を縫合して終わりにします。裏ハムラ法はまぶたの裏側を結構しっかり切らないと手術ができないんで、手術終わった後に結膜を縫い合わせてきてます。その方が傷がきれいに治りやすいのと、しっかり縫うことが重要かなと思ってます。一
応術後の血膜を綺麗に縫わせてます。ここですね。で、保護用のまつげ保護のテープを最後剥がして終わりです。まあ、大体片目30分で手術は終わりますね。一番は固定がすごくしっかりなので、術後の脂肪を固定したのがずれたりとか戻ったりする心配はないというのが僕のこのやり方の一番の特徴というか、自信を持って、手術をしているところです。一応手術終わった後はテープで3日間ほど目の下を保護してもらってます。一応腫れ予防のためですね。まあ、もちろん必要がなければ剥がしてもらっても構わないんですけれども、まあ、特別剥がす必要がなければ3日間ほど貼りっぱなしにしておいてもらって、ご自身で取ってもらってるって感じですね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあまず全て終わりになりますからね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。